勝負服の着用。先日肌身の場所と解析中、勝負服の着用すなわち指導します。美しい青空が広がる中山レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。十分に実力を出せるレースとなりそうですね。人気と実力を兼ね備えた東海帝王、今日は3番人気です。2番人気を紹介しましょう。成田ブライアン、スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、秋の三冠馬娘、ミホノブルボン1番人気です。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。ミホノブルボンと2番、この2人が競り合っているぞ。ミホノブルボン快調に飛ばしていきます。先頭はミホノブルボン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは2番2馬身差17番、そしてその内を回って2馬速きで1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ花に立ったのはミホノブルボン、このままリードすることができるか。続いて2番3番手17番4番手に4番、少し後ろから7番内には東海帝王、その外並んでメジロライアン、内の方からスーパークリーク、1馬身離れて岩早秀、そのうち並んで16番1馬身離れてハッピーミーク、後ろ6番、さらには9番少し後ろからナイスメイジャー、1馬身差成田ブライアン、少し離れて11番2コーナー回って向こう正面、順位を振り返っていきます。先頭ミホノブルボン、レースはよどみなく進んでいます。続きました2番17番並びかけてきた、それを見るように7番4番追走、その外並んでメジロライアン、それを見るように東海帝王、一馬身差スーパークリーク、後ろ岩早秀、そして16番6番並びかけてきた、内をついてハッピーミーク、さらに9番それを見るようにナイスネイチャー、一馬身差成田ブライアン、一馬身離れて11番後方2番手に10番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。まだ一馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。追いすがる。起動開始、リミッター解除、セット、オールフリー。ミホノブルボン始動。ミホノブルボン強い、強すぎる、完全に抜け出した。200を切るか。リードを開いていくミホノブルボン、ミホノブルボン逃げる、ミホノブルボン突き放し。2番手争いは東海帝王、メジロライアン、ミホノブルボン強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。ミホノブルボン URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの挑戦が誕生です。2着東海帝王、3着に入ったのはメジロライアン。全機能確認、オールフリー、完璧な勝利。
目標の達成を確認しました。マスター、感謝。